あ、そういうことか。おお、ゲートを壊されないようにした方がいいっていうアドバイスだったから、先にネザーに家を建てるのが先決かな、これ。もしかして、ここに家作る？地獄の家をここら辺に作りますか。かなりの豪邸が出来上がった。これで守りは完璧だろ。荷物必要。荷物あるけど、あ、あったわ。ここででも復活すればいいんでしょ。ゲート壊れる？俺死んだのか。ネザーとエンドでは寝たら爆発します。そうなの？おお、すげえこと思ってる。おお、あっち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 。なるほどね。全部アイテムが消えたと。とりあえずこれで採掘していけばいいかな。うわー、なんだ、やっば。そんな急に生えてくんのか。装備は全部燃えてなくなりました。ネザーでベッドを使ってみてくれって言われて、使ったら爆発して全部燃えてなくなりました。悲しいよ。何これ、これどういうこと、何これ、何これ、わかんないわかんないわかんない、怖い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 、どういう状況、どういう状況、わかんない、何これ、ちょっと何が起きた今、マジでわかんない。もしかして砂利に踏まれた。生き埋めぐらいでダメージ食らってんじゃねえぞ。銅はそんなにいいアイテムじゃないですって言われてたんで、あんまりないですね。銅の使い道はどうなんですかね。どうなのかなって。なんかすごいね。え？これ何？地下都市？なんだこれ？絶対ここに文明あったでしょ。めっちゃ綺麗なんだけど。金魚って食えんのかな？硬そうだよね、金魚って。食べるとこないもんな。え？食べられる店あるんですか？ありそうだよね。大体こういう話題の時にさ、そんなの食べられる店あんのって言ったら、あるし、なんだったら土食える店まで発見したからね、この配信中に。食用の土食えるんだって。しかもクソ高いんだよな。フランス料理なんだってね、土の分類って。これマジで調べたら出てくるんで、ぜひとも皆さん行ってみてください。アリはそうらしいね。前テレビでやってんの見たけど、アフリカのアリはめちゃくちゃ美味しいらしいですよ。収穫祭みたいなのも国であるんですよね、あれね。俺どこ、ここ帰れないんだけど。このゲーム一回も知らないでクリアすんの。あった、俺の変な家。なんだ、あ、なんか来た、なにこれ、え、なんすか、なんか来たんだけど。え、なになに、やばいやばいやばい、嵐？いって、やば、こいつなんか吐かれてんだけど、やばい。嵐おるって。なんだこいつ、爆発しろ。よし、ざまみやがれ。骨ってどうすればいいの、村から調達してくればいい感じ。これで収穫量めっちゃ上がるっしょ。おー、いいねー。これすげえんじゃねえの。結構めっちゃこの田んぼ出来上がったの嬉しいな。パンに困ることはなさそう。クモとかも食えればいいんだけどな。おー、すごー、農作業めっちゃやりやすくなるじゃん。ちゃんとしたこれ田んぼじゃん。不安の経営だったらやってみたいけどな。面白そうだけど。レースゲームはそんなに。おい、俺の整地した土地をぶっ壊してんじゃねえぞ、お前。お前ぶっ壊してやろうか。ちょっと牧場っぽくない？あ、出れねえんだけどこれ。え、おい、出れねえぞこれ。俺が飼われてるってこと？あー、そういうことね。回収しますよ、じゃあ。一番気持ちいい瞬間。いきまーす。うおー、すげえ。おー、めちゃめちゃ回収できるやん。もしかしてもうこれ、拾えないぐらい、待って。手に入ってんじゃん。ダイヤの句はマジで大活躍じゃん。まあ、ここまで見込んでたんだね、多分同級者の人は。縦5マス、横4マスの枠。
ああ、そういう感じか。こう。ああ、そういうことか。え、こういうことじゃないの？仮組みするか。え、こういうことじゃないの？